カガーグとは異なる種類のガスタービンエンジンを組み合わせた艦船の推進方式の名称である。主に艦艇で使用される。カガーグの模式図。右側の大小2つのエンジンがクラッチを介して1つのプロペラを回している。使用していない方のエンジンはクラッチによってプロペラから切り離されるため2つのエンジンは同時に動作することがない。 どちらか一方のエンジンが常にデッドウェイトとなる。設計のため、重量、体積的には不利となる。小さいエンジンは出力こそ小さいもののその分、燃料消費が少ないため巡航用に用いられる。このため巡航用エンジンと呼ばれる。大きいエンジンは、大出力だが大量の燃料を消費するため、戦闘時など高速が必要とされる時だけ、運転される。 このため高速用エンジンと呼ばれる。通常器は巡航用のガスタービンエンジンで走行し、急加速時や高速走行時には高速用のエンジンに切り替えて走行する推進方式である。一般にガスタービンは最大出力近辺で燃料効率が最大となるため、単一のエンジンで感染を推進させた場合は、当然ながら低速時や巡航時は出力が最大時より小さくなり、 効率が極めて悪くなる。そのため複数のガスタービンエンジンを搭載し、低速時や巡航時は最大出力が小さなガスタービンエンジンを、高速時には最大出力が大きなエンジンを駆動させ、あらゆる領域で最大出力に近づけることで燃料効率を改善し、航続距離性能と加速、速度性能の両立を図ったものである。似た方式に、 コガーグがあり、これは複数のガスタービンエンジンを搭載し、低速、巡航時には1機のみ、高速時にはすべてのエンジンを併用することによって効率改善を図るものである。それと比較すると、カガーグは低速走行時は高速用エンジンが、高速走行時は巡航用エンジンがそれぞれ無駄になってしまうという欠点を持つ。反面、 どちらか一方のエンジンしか使用しないことから、ギアボックスの設計が小ガーグに比べて容易になるという建造上の長所もあり、採用されている。またガスタービンエンジンは軽量なエンジンであることから、搭載スペースはともかく、重量的な無駄は大きくはない。通常は、出力軸一つあたり巡航用エンジンと、高速用エンジンが一組ずつ搭載される。世界で初めて推進機関を ガスタービンエンジンのみとした戦闘艦である21型フリーゲートにおいてはロールスロイスオリンパス TM3 バイトとロールスロイスタイン RM1C の組み合わせによるカガーグ機関が採用されたこのカガーグ機関はその後幅広く搭載され西側諸国海軍における標準的な水上艦用推進機関の一つとなったありがとうございます